サウスカロライナはアメリカ海軍の戦艦。サウスカロライナ級戦艦の一番艦。艦名はアメリカ合衆国八番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては四隻目。サウスカロライナは1906年12月18日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド・サンズ社で寄港し、1908年7月1日にフレデリカ・アンセルによって命名。 浸水、1910年3月1日に、初代艦長オーガスタス・ F フ・ェクテラー大佐の指揮下、収益した。サウスカロライナは3月6日に、フィラデルフィアを出港し、デンマーク領西インド諸島及び、キューバを訪問、4月10日から15日まで、サウスカロライナ州チャールストンを訪れた。バージニア・岬沖及び、マサチューセッツ州プロビンスタウンでの公の試み後、 6月17日、18日に、ニューヨークを訪れ、ルーズベルト前大統領の歓迎式典に参加した。その後バージュニア州ノーフォークに向かい、修理、海軍民兵の訓練、バージニア岬沖及びプロビンスタウンでの訓練を6月末から11月、初めまで行い、1910年11月1日から1911年1月12日まで、第二戦艦部隊と共に、 ヨーロッパ巡航を行う。この巡航では、フランスのシェルブール、イギリスのポートランドを訪問し、ノーフォークに帰還すると、ノーフォーク海軍造船所での修理と、ニューイングランド沖での訓練を行った。ニューヨークへの短い訪問に続いてサウスカロライナは、第2戦艦部隊とともに、ヨーロッパへの巡航を行い、デンマークのコペンハーゲン、スウェーデンのストックホルム、 ロシアのクロンシュタットを訪れた。クロンシュタットからの帰路6月21日にドイツのキールに立ち寄り、ビルヘルム2世の主催するキールヨット週間の記念行事に参加した。1911年7月13日にプロビンスタウンに到着し、その後はチェサピーク湾で戦闘訓練を行っている。1911年の後半にニューヨークでの越官式に参加。 1912年1月3日には第1戦隊と共にロードアイランド州ニューポート沖で艦隊訓練を行い、その後ニューヨークを離れグアンタナモ湾での冬季演習に参加した。3月13日にノーホークに帰還し6月末まで東海岸を巡航した。6月にサウスカロライナはハンプトンローズとニューヨークで行われたドイツ艦隊の歓迎式典に参加した。 30日には、オーバーホールのため、ノーフォーク海軍造船所入りした。10月11日から15日までニューヨークで停泊し、その後バージニア岬沖、ニューイングランド水域で1ヶ月間の訓練を行った。11月中旬から12月中旬まで、サウスカロライナは、特別任務部隊の一貫として、フロリダ州ペンサコーラ、ルイジアナ州ニューオーリンズ、テキサス州ガルベストン、 メキシコのベラクルスを訪問し、12月20日にノーフォークに帰還すると翌年まで同初に泊まり、1913年に1月6日にパナマのコロンに向けて出航する。この時サウスカロライナは新たに完成したパナマ運河を通過した。グアンタナモ湾での訓練の後3月22日にノーフォークに帰還、その後北に向かい3月28日から5月31日までニューヨークで 戦艦メイン追悼記念碑のため停泊した。バージニア岬沖で士官学校生の訓練を短期間行った後、サウスカロライナはメキシコアントカリブ海へ、威圧目的で16ヶ月の巡航に訪れた。6月後半から1913年9月中旬まで、タンピコ、ベラクルスでアメリカ合衆国の権益を保護するためメキシコの東部海岸を巡航した。 その後1913年9月後半にノーフォークでオーバーホールを行い、続いてクレブラ島沖で演習を行った。1月18日、サウスカロライナはハイチのポルトープランスに海兵隊を上陸させた。部隊は政治的混迷にあるポルトープランスでアメリカ大使館の保護と無線基地を設営するのが目的であった。新大統領のオレステス・ザマールによって治安が 回復した後、サウスカロライナは4月14日にポルトオプランスを出港した。フロリダ州キーウェストで石炭を補給した後、ベラクルズに向かい占領部隊の増援となる地上部隊を上陸させた。サウスカロライナは問題の多かった1914年の夏をサントドミンゴとハイチの偵察で過ごした。 第一次世界大戦が勃発してからおよそ2ヶ月の1914年9月24日にサウスカロライナはノーフォークに寄港した。10月14日にフィラデルフィア海軍造船所入りし、1915年2月20日に再び出港、キューバー水域で戦闘訓練を行ったが、ドイツはイギリスの周辺海域を交戦地帯であると宣言し、外交危機が生じたため、 サウスカロライナの訓練は新たな意味を持った。1915年5月のルシタニア号事件はアメリカの世論を刺激したが、サウスカロライナは定期的な訓練を当期はグアンタナモアンで、下期はニューポート沖で行い2年間を過ごした。1917年4月のアメリカ合衆国の参戦は海軍にとって劇的な出来事の前兆とはならなかった。 ユーボートと仮想巡洋艦を除いて、イギリス海軍はフォークランド沖海戦やユトランド沖海戦での勝利でドイツ海軍を弱体化させており、サウスカロライナは1918年まで東海岸沿いに巡航を続けた。1918年9月9日にサウスカロライナはフランスに向かう戦団の警護に参加する。一週間後に他の戦団護衛艦に任務を引き継ぎ帰国の途につく。 フィラデルフィアで短期間の補修を受けた後、法術訓練任務に従事し、第一次世界大戦が急戦となった1918年11月11日は同任務に従事中であった。1919年2月中旬から7月後半まで、サウスカロライナはフランスのブレストまで4度の往復を行った。7月26日にハンプトンローズに到着し、 合計4000名以上の機関兵を帰国させた。ノーフォーク海軍造船所でオーバーホールを受けた後に、メリーランド州アナポリスで海軍士官学校生を上官させ、太平洋への巡航に出た。アナポリスを1920年6月5日に出港し、パナマ運河を通過、ハワイへ向かった後に、西海岸へ赴いた。ワシントン州シアトル、カリフォルニア州サンフランシスコ、 サンディエゴを訪れ、8月11日にサンディエゴを出港、再びパナマ運河を通過し、アナポリスに9月2日到着した。続いてフィラデルフィアに向かい同地に7ヶ月間泊まった。1921年4月前半にサウスカロライナはクレブラ島へ訓練巡航し、その後チェサピーク湾で作戦活動を行った。5月29日、再びアナポリスで、 海軍士官学校生を上官させ下記の訓練巡行でノルウェーのクリスチャニア、ポルトガルのリスボンを訪れた後、グアンタナモアンに向かった。士官学校生は8月30日にアナポリスで下官し、翌日フィラデルフィアに到着した。サウスカロライナは1921年12月15日にフィラデルフィアで退役し、1923年11月10日に、 除籍されるまで同時に止まった。サウスカロライナの船体は、ワシントン海軍軍縮条約に従って、スクラップとして1924年4月24日に売却された。サウスカロライナの銀製食器式は、現在サウスカロライナ州知事公邸で公開される。ありがとうございます。